皆さんおはようございます。ですね、今日からですね、こうやって今お見せしているのは、運動塾通信なんですけれども、運動塾通信の、運動塾そのものがですね、実は水曜日と土曜日、塾をやってるんですけれども、これは基本的に英語でやってるんですね。そのためにですね、実は今日からですね、日本語で、私が今までいろいろ塾でやってきたことをですね、まとめてですね、お話したいと思っています。で、ここ今画面に映ってるのは運動塾通信なんですけれども、今日の運動塾通信はですね、この運動塾通信と2つあり、メールアドレスを教えていただいた方には送ってるんですけれども、毎日更新してますのは、日本語と英語でやってる講義がありまして、これは水曜日の夜はどちらかというと世界の政治経済ですねに関した記事をエコノミストからピックして、それで、それを解説してます。で、土曜日の午前中はですね、日本の精神ということで、これも英語と日本語で解説しています。で、運動塾通信はその部分を、日本語と英語バージョンということで、今日の、話はですね、大学、日曜日の、土曜日の午後、午前やってます、日本の精神で、大学の修身成果、四国平転下という部分で、修身成果ということで、家を整えるということで、家を整えるということはやっぱり奥さんと仲良くするということなんですけれども、奥さんと仲良くできればカルティベートセルという修身ですね、身を納めることができる。で、女性はですね、男と脳の構造がだいぶ違いますので、そういう意味ではですね、非常にコミュニケーションしにくい対象なんですね。で、今回もですね、自宅でその仕事をするっていうことが多くなってきたんですが、やっぱり家庭不安が多いという話を多く聞きます。で、それはなぜかというと、やっぱりその日頃から自分の奥様とですね、よく話をして、意思を疎通する。で、疎通できない部分っていうのはあるわけですね。3割ぐらい疎通できないんですけども、構造が違うもんですから、それをどういうふうに受け入れるかという、もしくはどういうふうにその男性が、もしくは女性が相手の言葉を甘んじるかというふうなことで、昔の人は修身と言ったわけですね。で、この修身をするためにはやっぱり家庭が大事だということで、それができれば天下が治まると言ったんですね。今日はその一つはここに書いてありますような、私の妻はそうしたことに長けていて、いくらでも対抗した返事を出してくる。こっちが返事に迫った時にはこっちの負けなのである。考えないですぐに返事をしない。考えないですぐに返事をしてはいけないということを、10分から20分ほど私が英語と日本語で解説してます。それからもう一つのビデオは、これは英語ですけれども、これは水曜日の午後ですね、エドさんと毎週4時間ディベートしてますけど、その内容です。今日取り上げましたのはですね、イギリスの公立学校はですね、うまくその教育はされてないんじゃないかと。で、特に黒人の人たちには差別してんじゃないかというふうな議論です。それで、だけどですね、やっぱりアメリカの大学っていうのは結構入学が難しいんでね。じゃあなぜね、アメリカの大学にその公立学校がうまく機能してなくてもですね、大学行ってるのかというふうなことを議論してます。で、私の5番目の息子、6番目の息子ですけれども、彼は3年前にですね、カリフォルニア・ユニバーシティのサンディエゴスクールに3年前に合格したんですね。で、僕は彼がものすごく受験勉強してるのをよく知ってまして、で、彼は中あのロサンゼルスです、中華系の、
まあ、高校に通ってたわけですけれども、かなり勉強してました。だそういう意味ではその実際にはアメリカの公立高校があんまりこういい教育したいんじゃないかというんですけど、まあ、学校によっては公立高校でもだいぶ違うのかなというふうなことをこの中で議論しています。で今日の取り上げたですね、毎日ここで記事をエコノミストの記事を取り上げているんですけど、これはですね今日の記事、会員の方にはですね、エコノミストの全文を解説してるんですけども、会員登録された方ですね、で月会費1000円を支払っている方はこのエコノミストの内容全文をですね、単語も含めて詳しく解説してるんですが、一般の会員はですね日本語だけ添付してお渡ししてます。まあ一部英語の文を渡してるんですけど、これはですねロシアがベネズエラを支援している、そういう内側の話ですね。でやっぱりそのアメリカがベネズエラを制裁してますんで、ロシアとしても表立って援助できないということで、ロシアがですねそれなりのダミーの会社を作ってですね、ロスネフ氏経由でまあ、支援しているという話です。で、まあ、実際にはまだこの中では記事書いてありますようにですね、ベネズエラすべてロシアに借り入れ金を返済してないで、昨年末で8億ドルの未払いが残ってるんですね。で今回はご存知のように3月にですね原油がマイナス40ドルまで落ちてしまったということがあったんですね。要するに金を払ってもいいから原油を引き取ってほしいというような取引があったんですね。でそういうことなんで、その実際にはドルが暴落してまして、今日の、ドルですね、いくらかっていうと、ドルはですね、29ドル65セント、これはウェストミンスターの原油の値段ですけど、だいぶ暴騰しましたね。これはまあ、そういうことですけれども、ロシア自身もですね、まあ、ここ30ドルまでくりますとですね、ロスネフ氏が採算取れる分岐点に25ドルですからなったわけですね。ですから予想通りにですね原因が戻ってきたわけで、まあ、ロシアもほっとしてますけれども、それがベネズエラに至っては実際にはこの値段でもこのプライスでもですね国家回らない。で例えばサウジに至っては85ドルにならないと今までのその、まあ、楽者いいというかね、快適な生活を維持できないということなんですね。でベネズエラも一緒だと思います。でそれとやっぱりですねここに来てやっとその、まあ、先にもお話ししましたドルがね原油がまあ、30ドルまで回復してきたんで、ロシアとしても一息ついたということだと思います。ただ今現在COVID-19 ですね、コロナが 毎日1万人ロシアがその感染者が増えているということで、プーチンとしても頭の痛いことではないかと思います。で今日の話はこういうことで、まあ、ロシアを題材にしてですね配信しました。でロシア自体がですね今どちらかっていうとアメリカと中国がですね今回の武漢の件でもの情報の隠蔽とかですね、それから WHO のですね中国寄りの対応とかですねいうことで米中がいがみ合ってますけれども、そういう意味からしますとロシアはまあ、間に入ってですね漁法の利を得るようないいタイミングのように思っているんじゃないかなと思います。で、まあ、今回 のコロナですけれども、ヨーロッパですねだいぶ落ち着いてきて、アメリカのニューヨークも、まあ、ピークアウトしたような状況なんで、そろそろ沈静化の方向に向かっていくのかな。ただアメリカの場合はですね、48州ありますんで
必ずしもカリフォルニアとかニューヨークが落ち着いたからといってですね、全州が収まっているわけではなくて、これも中国も同様ですけれども、他の地域に火がつく。中国の場合はどちらかというと、東北地方ですね、吉林省に今、ロシアから入ってコロナウイルスが入ってきて、都市封鎖をしているところもありますけれども、そういうふうな状況なので、まだまだ落ち着くには時間がかかると思います。日本についてどうかについてはまた明日改めて話をしますけれども、これについてもですね、実際には感染者が10人以下って週7日あればその東京ですね封鎖というか日本は封鎖してませんけれども規制を解除するということですけれども今月あたり前もしくは前に解除していかないと中小企業がとんでもないことになるというのが現実の問題ではないかなと思います。今日はこれくらいで私の話を終わります。今後ともよろしくお願いします。今日は第1回なんですけれども、これからできるだけ毎日ですね、こういうふうな世界の状況をですね、皆さんにお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。